どうも、ともやんテニスチャンネルのともやんです。トミジェイです。はい、今回はボレーストロークのボレー編ということで、はい、僕の前ストローク編をちょっと解説させてもらったんで、しましたね、今回ボレーということで、はい、だからストローク編を見ていただいて、ボレー編見ていただいて、やっとボレーストロークが成り立つと思うんで、はい、ぜひ見てもらいたいなと思います。はい、僕からちょっと一言いいですか？モノマネしていいですか？出たよ、今回は。前回のね、ちなみに正解はジョコビッチでした。そうですね、ありがとうございます。はい、今日はちょっとまた別の選手でいきますよ。はいはい、どっちですか？こっちですか？あ、バック、いきますよ、当てくださいね。はいはい、はい、いきますよ。ラスト5か。これもまあ一応コメント欄書いていただいて、はい、結構ジョコビッチの時ね、好評だったんで。そうですね、意外とね、ジョコビッチって分かってくれた方いたんで、そうですね、嬉しかったです。よろしくもう一回やりたいとか言うから、はい、はい、ちょっとしましたけど、はい、ぜひコメント欄に、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではご覧ください、どうぞ。はい、ではボレーストロークのボレー編ということで、一つ目は自分のボレー打ったボールの軌道ですね、まあ、弾道っていうのをしっかり頭の中でイメージしておいてください。これね、僕も MJ もそうなんですけど、テニスコーチやってますが、やっぱりボレーストロークしてる時にストロークの人結構いいボール打ってるのに、ボレーの人がこういうボレーする人多いんですよね。ちょっと見ててください。ありがとうございます。後ろから見てもらったら分かると思うんですけど、ラケットとボールが当たったらもうそのまま下に飛ばしていくっていう方が多くて、まあ、これは原因はね、まあ、簡単な話、ネットからすごい近い場所でこうやってボレーする人が多いんです。ネットとの距離がもうラケット1本分ぐらいしかなくて、もう足踏み込む時間もないみたいな人が多いんですね。ネットから近いと当然まっすぐだったらもう下に飛んでいって、相手のサービスラインより手前にボールが落ちてしまうんで、やっぱ相手の人、おい、そんな手前に落とすんかいなって、やりにくくなっちゃうんで、ちょっとネットから、そうですね、まあ、最初は半分ぐらいの位置でいいですかね。サービスラインとネットの間の位置に立っていただいて、イメージはちょっと言ってください。イメージはやっぱりネットから離れるとボールっていうのは少し落ちてくる感覚があるので、この下にラケットをセットして、少しネットの上をこうしてあげるっていうイメージ持ってもらった方が、お互いラリーがしやすいんじゃないかなと思います。これラケットを、ネットのラケットに込む、まあラケットに当たるかなぐらいの高さでいつもボレーしてもらえればやりやすいかなと。まあ上通すぐらいでもいいんですけど、まあ、2本分になるとちょっとボレーじゃなくなってくるんで、ラケット1本を目安に上通すか、まあ、ラケットのフェイス面に当たるぐらいの高さをイメージしてボレーしてもらったら、ラケット面っていう当て方っていうのがイメージできると思うんですね。例えばまあ真っ直ぐ打ちたかったらそれは真っ直ぐ当てるし、やっぱ少し上に打ちたいってなると自然とラケット面ってこうやって上向けると思うんですね。ですので立ち位置まず気をつけていただいたら、頭の中でよし、常に少し上を通そうっていうのを頭の中でイメージしてラリーしてもらえると、こうやって向こうに相手のコートの深いところにボレーすることができるんです。山なりになってる分ボールが飛んでくれるんです。そうすると相手のサービスラインより奥にボールが飛んで、相手もすごくラリーがしやすい。でボールが上に上がってる間に相手も構えたりする時間ができるんで、お互いにラリーをする、まあ、ボールを判断する時間っていうのができるんで、ものすごくラリーが続くのかなと思います。当然ネットから離れると、先ほどみたいにまっすぐボレーしたらこうやって下に飛んじゃうんで、絶対ネットしてラリー続かないんですよ。もう一回こうやってね、ちょっとすいません、ネットの下の穴通っちゃったんです。ネットしてしまうんで、あ、これじゃあかんなと思うんですよ。ここで前行っちゃダメですよ。前行っちゃダメ、前行ったら解決しますけど、相手の人やりにくいですから、ここの位置でどうやったらラリーがネットを越えるかな、ネットを越えてラリーできるかなっていうのを考えてもらうと、やっぱり飛んできたボールに対してもう一回少しこうやって上向けた状態の面を作って、ラケット面を作ってラリーすることができると思うので、イメージとしてはやっぱり
当たった位置よりラケット、ボールは上に上がるっていうのを常に頭の中でイメージして練習してください。もう一度言いますが、ネットに対してラケット1本分上通すか、まあ、フェイス面に当たるぐらいの高さでボレーしてもらったらいいんで、スピードは全くいりません。ストロークの方も当然、ボレーの方も当然スピード全くいらないんで、ゆっくりでいいですから、しっかり相手の打ちやすいところにボール運べるようにラケット面少し上向けて練習してください。2つ目になります。2つ目は、遠い時は足を使いましょう。近い時は足を使うんじゃなくて体を逃がしてボレーできるようにしてください。普段ね、球出しとかで練習してる時ってコーチがちょっとこうやって前向いてると、ちょっと遠めにボール出してくれるんで、足使ってねーになるんですね。当然ボレーストロークでも遠いところにボールが来たら足を普段通り使ってまた戻るっていう風に練習してもらったらいいです。でも球出しと違ってラリーは自分の正面だったり、ちょっと顔の横ぐらい飛んできたりとか、いろんなとこ飛んでくるんで、それに応じた体の場所を作らないといけないんですね。ということは、正面に来た時はまず足を出そうとするんじゃなくて、無理やり出そうとするんではなくて、体をボールの横に入れてラケットを動かしてボレーしてもらった方が、ラリーっていうのは時間が短いですから、体をどけてそこからラケット動かすっていうのをイメージしてもらった方がいいのかなと思います。ちょっとやってみますね。上に近いんで、そして足出してないんですよね。これ今のはちょっとボールが遠かったんで足を使いました。これも今遠かったですよね。今の超わかりやすい。自分の体に対してすごく遠い場所だったんで、足を使って体のバランスを保てるようにしました。ボディに来た時、あれをもし足使ってしまうとむしろ喧嘩してしまうので、ボディに来た時はちょっと真ん中くれる、体をどけて、足使ってないでしょ、出してないでしょ、足出さなくていいんで、体をどけてラケット面だけでしっかりコントロールできるようになってもらったらいいのかなと思います。ですので、何でもかんでも足出したらいいってわけではないんで、球出しとは違うっていうのを頭の中に入れておいてください。遠い時に足を出して、近い時は体を横に入れ込むっていうイメージしてもらえれば、落ち着いてボレーストロークのボレーっていうのができると思うんで、多分ね、ボディのボールがすごいやりにくいと思うんですよ。遠いボールは自然と足が出るんでやりやすいんですけど、やっぱラリーになってボディだけどうしようっていうので、例えば落ち着いて体だけしっかりどけて、ラインをしっかり読んで、バックで取るかフォアで取るかの、予測をしっかりしていただいて、体横に入れてラケットの操作だけをしてラリーできるようにしてみてください。で最後3つ目になります。3つ目は、できるだけ目線をぶらさないように練習してください。ラリーっていうのは2つ目でも言いましたが、どこにボールが来るか分かりません。球出しみたいに同じ場所に来るんだったら目線って保ちやすいんですが、いろんなとこに来るとどうしても頭だったり、上半身からボールに向かいに行きすぎて、あ、ボールだってこうやって目線をすぐぶらしてしまう方が多いんで、どこにボールが来てもできるだけ自分の目線っていうのは、高さは変わってもいいんですけど、見え方が変わるっていうのは良くないんで、なんか頭がこういう風に目線変わってしまうのは良くないんで、高さは変わるのは全然 OK なんで、ここの目線ぶらさないように練習をお願いします。こんな感じですね。やってみると、これちょっといい例です。ボールがどこに来てもできるだけ頭の位置、高さは変わるけど目線っていうのはぶれないようにバランス保って、やっぱり頭がずれてしまうとバランス、体のバランスっていうのは崩れやすくなってきますから、できるだけこう保って落ち着いて落ち着いて練習してもらえたらいいかなと思います。ちょっと悪い例いきますね。いきます。悪い例、こうやってね、わかります、完全に大げさにやりましたけど、下にボールが来たんで頭からいってもう目逸れてしまって空振りとかいうのが結構多いんで、頭の上に何か物を乗せてるようなイメージでボレーしてもらえれば、胸張った状態でボレーできるんで、上半身が倒れることはないのかなと思います。もう本当頭って重たいんで、頭から何かをしようとしてしまうとテニスは全てのバランスを失ってしまうんで、まあ、これはボレーだけでなくストロークでも言えることなんで、できるだけ頭の上保った状態で目線ぶらさずに皆さんボレーしてみてください。
高評価、コメントよろしくお願いします。